キャラバンは1983年からクライスラーの一部門であるダッジが2020年まで製造・販売していた自動車。アメリカにおけるミニバンのパイオニア的存在として知られる。また、派生車種として全長を延長したグランドキャラバンが存在していたが、現行モデルよりサイズが一本化されたことによりこのサブネームに統一された。プリムスでは、 ボイジャーとしてラインナップされていたほか、欧州やアジア市場では、クライスラーブランドで発売され、日本では3代目から、クライスラーボイジャー、グランドボイジャーとして導入されたが2010年を、最後に、日本国内での販売を終了した。キャラバンの原点となるモデルは、D.I.A. アア国家によって提案された。I.A. アア国家は、フォードモーターに在籍していた1974年頃から、 ミニバンの構想を持っていたが、当時の会長であった、ヘンリー・フォード2世に反対され頓挫していたため、クライスラーへ移籍した際に同じく、ヘンリー・フォード2世との対立の末クライスラーに移籍したハロルド・スパーリックと共に、この構想を、クライスラー S プラットフォームを使用した FF ベースの、モデル、コード名、T115 として、開発に着手した。 完成したキャラバンはそのコンセプトがヒットし、経営難に陥っていたクライスラーを窮地から救う契機となった。キャラバンが発売される以前より、欧州ではルノーエスパスが展開されていたが、北米でのミニバンモデルはキャラバンが実質発となり、また販売面においても競合他社を大きくしのぎ、北米においてはミニバンの代名詞とも言えるほどの存在となった。 1987年からはロングホイールベースのグランドキャラバンが追加されており2008年からはラインナップ整理によりこちらのモデルへと一本化された初代は1983年に1984年モデルとしてデビュークライスラーの FF 車プロジェクトである一連の K カーに採用されていたクライスラー S プラットフォーム及びそのコンポーネンツを 流用して製作された。グレード構成は、ベースモデル、普及モデルの SE、上級モデルの LE が設定されていた。FF レイアウトであることを生かした低床設計となっており、これにより従来販売されていたフルサイズのバンよりも小型でありながら、それに劣らぬ室内空間を確保したこと、スライドドアによる昇降性の良さ、さらにはシートを組み替えることで、 レイアウトが変更できる自由さを備えていたことにより、従来フルサイズ版の取り回しがたさにより、敬遠していたユーザーに対して訴求力となり、販売が成功した。デビュー当初より1988年までは、同ブランドの代表者でもある、ダッジ版にあやかった、ミニラム版と呼ばれるグレードも存在した。また貨物モデルや三菱製、エンジン、 6G72 を搭載したモデルの設定もあった。なお、1987年には全長を延長し、積載量を向上させた、グランドキャラバンが追加された。1990年、クライスラータウンカントリーの5代目モデルとして、クライスラー版が登場した。マイナーチェンジを続けながら1990年まで、販売を継続し、2代目へと移行した。 二代目は1990年にデビューした。シャーシは、K プラットフォームベースの AS プラットフォームを採用している。先代モデルは、全輪駆動のみであったが、本モデルからは四輪駆動もラインナップされた。動力性能などは、先代から、ほとんど変わっていないが、先代のコンセプトを消化することが、主眼に置かれており、バケットシート、ABS、サイド、 デュアルエアバッグが設定された。内装もファブリックシートや木目調内装の設定など、豪華志向のものがラインナップされ、快適装備が充実していた。三代目は1996年にデビューした。本モデルからプラットフォームが一新され、需要の低かった MT 車が廃止された。エンジンは前モデルから、 大きな変更はなかったものの、三菱製ユニットが一部の州で排出ガス基準に適合しなくなったため、本モデルを最後に搭載が見送られた。内装はより実用性を高めたものが採用され、特に容易なシートレイアウトを可能とした、イージーローラーシートの設定は画期的であった。日本では1997年に導入され、ショートモデルは、クライスラー・ボイジャー、 ロングモデルは、クライスラーグランドボイジャーとして販売された。これは、キャラバンの名称が、日産自動車の車種で用いられており、使用が不可能だったことによる。ラインナップは3.8リットル V6 プラス 4AT の組み合わせのみであった。4代目は2000年に発表された。新車発表の際、ユニークな試みとして、ナビスコの新製品、 ミニオレオの発表と合同で行われた。コンポーネントは、先代から多くが流用されているが、デザインは一新され、全体的に丸みを帯びたものとなった。また、プリムス・ボイジャーは2001年に消滅し、2002年のプリムスブランド消滅後は2003年まで、暫定的に SWB モデルのみ、クライスラーブランドとして販売されていた。 本モデルの特徴としては、パワースライドドア、パワーハッチバック、キーレスエントリー、DVD システムが搭載されていることが挙げられる。また、シートには、仙台で採用された、イージーローラーシートの利用感を見直した、ストーン号ーシートが採用され、2列目と3列目を床下に収納することで、さらに多彩なレイアウトアレンジを可能としている。本モデル以降、日本仕様のデザインは、 クライスラータウンカントリー仕様となっている。なお、ダッジブランドの世界戦略化により、本モデルから中国での販売が開始された。5代目は2008年に販売開始。デザイナーは300をデザインしたラルフジルで、他のダッジ車と共通したグリルデザインなどに特徴が出ている。従来は、ショートモデルをキャラバン、ロングモデルをグランドキャラバンと設定していたが、 本モデルからは、ロングモデルに一本化され、グランドキャラバンの名称に統一し、ショートモデルは、クロスオーバーの、ダッジジャーニーにその役目を譲っている。なお、同じくらいスラー系列のブランド、ラムからはクラマドの商用車仕様が、ラム C、V として発売されている。長らくキャラバンは、北米において、ミニバンの代名詞であったが、近年は、トヨタシエナや、 ホンダオデッセイなどにシェアを奪われつつあり、本社の装備にはそれらの車種を意識したものが見て取れる。四輪駆動はラインナップされていないほか、本モデルより4.0リットル V6 エンジンを呼び、インパネタイプの 6AT が設定された。両側パワースライドドアやパワーテールゲートを引き続いて採用しているほか、天井には間接照明。 収納部分が追加され、さらには、スイーベルン号シートと呼ばれる、シートレイアウトマルチ AV システム、パワーリフトスイッチなどが設定されている。また、右ハンドル仕様では、レイアウトの関係で、インパネシフトではなく、フロアシフトを採用している。先代では日本のみ、タウンカントリーベースであったが、今モデルでは、 北米以外のすべての輸出仕様においてタウンカントリーベースに統一された。しかし販売直後に起きたガソリン高騰の煽りを受け本社の販売は燃費性能で劣るロングモデルに統一したことが災いして従来モデルに比べると苦戦を強いられている。ヨーロッパではクライスラーとランチアのディーラー網が統合され大陸側では ランチアブランドに一本化されたことに伴い、ランチアにリバッジされたボイジャーが2011年3月のジュネーブモーターショーにて発表された。従来のフェドラの後継者種としての役割も担うこととなる。2011年4月、クライスラージャパン公式サイトから、グランドボイジャーに関する記述が削除され、日本での販売を終了した。2012年からは、 クライスラーコニアを通じて、韓国市場での発売を開始した。ありがとうございます。